皆さんこんにちは。ソニーミュージックと JYP による日韓合同オーディションプロジェクト、ニジプロジェクトシーズン1では国民的ガールズグループとなったニジユーを輩出しました。そして今回ニジプロジェクトシーズン2ではグローバルボーイズグループの創出を目指し、2022年3月中旬から5月初旬にかけて日本国内8都市、ロサンゼルス、ニューヨーク、韓国はソウルを含め全11カ所で地域オーディションを開催。1万人を超える応募者が参加しました。そして12月15日最終ミッションが行われたその場には、特別審査員としてスリラチャ、ストレイキッズが登場。憧れのスターから直接評価されるという緊張感あふれるステージが繰り広げられました。全てのオーディションが終了し、最終順位&デビューメンバーが決定。 JY パークさんが命名した新グループ名はネクスジ、ネクスト Z、ジェネレーション、次の世代という意味が込められています。そして18日にはプレリリース曲であり、最終審査の課題曲でもあったミラクルのパフォーマンスビデオが公開されました。現時点27日で1260万再生を超え、日本だけではなく全世界から注目されているのが分かります。特にファンが気になるのは本場である韓国からの評価です。ネクスジが所属する JYP 事務所といえば、指定グループであるニジユー、そして世界で活躍する TWICE、ストレイキッズ、ITZY、ENMIX を輩出した超大手事務所。そんな JYP の本場である目が超えた韓国ファンからはどんな評価を受けたのか調査していきたいと思います。公式が公開したコンテンツに対する韓国語のコメントをご紹介していきます。かっこよすぎます。日本で、その次は韓国で、その次はアメリカで、必ず成功するグループになってほしいです。7人のビジュアル、歌、ダンス、全てが素晴らしい。ワールドクラス。遠い他国まで来て汗を流しながら成長していく姿を見て感動しました。日本を代表するグループになることを希望します。ファイティン。髪型でふざけたり過度な化粧をしたりせず、顔もみんな洗練されていて、曲もビート感がとてもよく出ている魅力的な曲です。これから大きくなるグループ、ネクスジが日本だけでなく世界で愛されるグループになることを願っています。発音が良いだけなのに韓国で違和感もいないし、これからデビューを控えた友達なのにすごいね。ネクシズデビューしたらずっと応援するよ。ファイティン。私が韓国人だからか、韓国語バージョンを聞かないと各メンバーの声が区別できないですね。それぞれ個性的でありながら調和の取れた美しい声。いや、韓国語の発音がどうしていいんだろう。日本のグループだと知らずに聞いたら当然韓国人だと思っただろうし、鼻声がひどいメンバーもいないようだし、みんなビジュアルもいいし歌もいい。私はこの曲をボーカルもグループも好きです。よくやった JYP。 どうやってメンバーを選んだんだろう。みんな魅力的だね。韓国語の発音もいいし、曲もドラムンベースでトレンディで聴けば聴くほどいいね。能力デビューして大ヒットしようね。世界的スターになるネクスジをデビュー前から応援できることをとても嬉しく思います。多くの人に知ってもらえるように最初から韓国バージョンがあってとてもいいですね。メンバー構成がとても良いですね。デビューして韓国活動もたくさんしてください。本当に K-POP グループみたい。みんなイケメンで韓国デビュー曲も歌ってほしいです。日本デビュー大当たり国、みんな実力が高くリアリティでも確認できたけど大ヒットしそうな予感がしてデビューが楽しみです。新世代に行こう。韓国でも早くデビューしてほしいです。春がかっこよすぎます。すごいグループがまた出てきました。日本語より韓国語が聞きやすいです。メンバー全員の声が好きですが、ケン君のミストボイスがドキドキします。韓国でも人気になってほしいし、音楽放送もたくさん出てほしい。デビューしたら一生懸命応援します。 GOT7、 2PM を連想させる JYPEKFBG に会えて嬉しい。やっぱりこの組み合わせが今回の虹で出せる最高の組み合わせ。置き換えや追加が必要ない最適なバランスだよ。全員がビジュアル系メンバーでオールラウンダーなので可能性は無限大だと感じます。ネクスジの世界へ飛び立とう。わら。ビジュアルの美しさが半端ない。わら。振り付けもとても素敵で新鮮な感じ。韓国語の発音が良くて全部聞こえる。わら。大ヒットしそう。などなど、ダンス、歌、ビジュアル、ボーカル全てにおいて最高評価をもらっていました。このまま韓国でも活動してほしい。
という意見が多く出ています。しかしお姉さんグループである NiziU は韓国デビューまでにおよそ2年半の歳月をかけています。もともと練習生でもなかったメンバーがほとんどだっただけに、練習生として活動する期間を日本で積み重ねさせたのではと言われています。しかし NiziU に比べて NEXG は7人中4人が JYP の練習生です。 NiziU は9人中3人が JYP 練習生。もしかしたらすぐに韓国でも活動を始めるかもしれません。ですが NiziPro2 の前に行われていたボーイズグループオーディションロードでデビューが決まったメンバーたちは未だにデビューさえできていません。オーディションの最終回は2021年9月11日だったにもかかわらず、未だにデビューができていないのです。大手事務所の中でも特に厳しいと言われる JYP、 今後 NEXG がどのようにデビューしていくのかは不明ですが、 JYP が彼らを完璧にプロデュースしてくれることを祈りましょう。では最後にそんな NEXG のメンバーたちをご紹介します。トモヤ、圧倒的なダンススキル&表現力で魅了する生まれながらのスター。2006年1月19日生、17歳、福岡県、 JYP 練習生。ダンスとボーカルの実力はもちろん、スター性まで兼ね備えた参加者として注目を集めたトモヤ。それだけでなく、全てのチームミッションにおいて優れたリーダーシップも発揮。これからも自分自身の発展、そしてチームのことにまで視野を広げた目覚ましい活躍が期待されます。春、完成された安定感で世界を救うヒーロー。2006年1月23日生、17歳、大阪府、 JYP 練習生。まるで芸術作品のような完成度の高い感動的なパフォーマンスを見せた春、すでにスターに見えるという JY パーク氏の評価の通り、韓国合宿のセカンドステージ、サードステージでは個人順位1位を相次いで獲得し、強い存在感を示しました。勇気、その美声で世界を虜にするキラキラスマイル。2007年9月20日生、16歳、兵庫県、激しいダンスの中でも豊かな歌声を持って安定したボーカルの実力を見せた勇気。ミジプロジェクトシーズン2を通じて身長も実力も大きく成長した彼が今後どんな成長を遂げていくのかに注目です。ケン、I can, we can, so can、 切実な努力でチャンスをつかんだ虹の奇跡。2006年9月13日生、17歳、東京都、 I can, we can, so can というキャッチフレーズで最初から視聴者の心をつかみ、ステージを重ねるごとに驚くべき成長を見せて、虹の奇跡という高評価をもらった件、ネクスジとしても引き続き虹の奇跡を繰り広げていくことが期待されます。 U、 ビジュ&オーラ抜群、少女漫画から飛び出したような主人公。2005年7月27日生、18歳、福岡県、優れたリズム感と緩急のある動きや表現で JY パーク氏から絶賛の言葉をもらった U、 特にボーカルにおいては今やチーム内の高音パートを務めるエースに急成長。継続的な切実な努力と圧倒的な練習量で夢を勝ち取りました。夕日、ステージではまるでベテランの風格、笑顔でかます愛されキャラ。2007年5月11日生、16歳、和歌山県、 JYP 練習生。参加者の中で一番年下の末っ子組でありながらも、ダンスとボーカルにおいて足りない点が見つからないという高評価を受けたように、オーディション期間中安定感のある確かな実力を見せた夕日。持ち前の笑顔で明るく輝く未来を描いていくこと間違いなし。セータ、豊かな感情表現でストーリーを紡ぐジェントルボーイ。2006年11月28日生、17歳、埼玉県、 JYP 練習生。ステージ上で見せる繊細な感情表現が JY パーク氏に認められたセータ、ステージを降りると他の参加者の悩みを一生懸命聞く優しい思いやりを持った一面も人を引きつける魅力が彼の最大の武器。まだまだ始まったばかりの NEXG の物語、これからの彼らの成長と活躍を一緒に追いかけましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。